東京店でスタイリストをしております朝日美月です。ソル神宮前でトップスタイリストをしております杉本いぶきです。高校卒業した次の日にもう配当にして、そこからずっと何年でしょう、7年8年ぐらい配当なんですけど、もともと自分が好きで、その配当の楽しさとかケアの大変さとかも知った上で、お客様にその配当を楽しんでもらいたいっていう気持ちが大きかったので、売りにしようと思ってしたわけではなくて、自分がもともと好きだったものをいろんな人に共有したいという思いで配当を打ち出しているのかなと思ってます。私も一緒、めちゃめちゃ一緒なんですけど、はい、私も高校卒業して次の日にサメに行ってブロンドにしてからもうずっとハイトーンで、うん、ハイトーン以外の自分が考えられないで、それで可愛いなって思って、やっぱやりたくてやってるって感じですね、うん、そうです。今デザインカラーがもう当たり前になってきてしまってて、なんかワントーンっていうよりかも2色3色入れるのがもう普通というか、結構一般の方とかでもそれをされてる方がすごい多いなって思うんですけど、なんかその中で新しさだったりとか、本当に似合わせみたいなところがやっぱり大きくなってくるのかなと思ってて、今情報が本当にたくさんあると思うんですけど、これやりたいっていったものに対して新しい提案だったりとか、こっちの方がいいと思いますっていう自分なり のお客様の心をつかむことみたいなものが、やっぱりその自分を選んでくださるお客様に対してのそういう武器じゃないですけど、なんか一種のアピールかなと思ってるので、なんかその今のこのハイトーンの時代でその一歩上に行くには、やっぱりそこが美容師として必要なのかなって思いました。なんかさっき デザインカラーっておっしゃったんですけど、なんかデザインカラーもちろんそうですし、なんかやっぱずっと続ける方とかも結構増えてきて、その中でそういうデザインカラーとかいろんな色をしていくってなった時に、残留して次来た時にできない、次やりたい色ができないとか、やっぱそういうお客様が多いなってこう前から思ってたので、そういうのも含めてなんかやりたい色はできるけど、でもなんだろう、今後のことを考えてなんか幅を減らさない、そのやりたいデザインの幅を減らさないっていう、なんか薬剤の選定とかそういう知識とかっていうのはすごい大事だなって思って、なんかその中でなんかお任せでって言ってくださるお客さんがすごい私は多くて、なんでそれも含めて提案して施術するっていうのが、私にとっては今一番なんか求められてるハイトーンなのかなって思います、うん、処理剤のこととか薬剤の知識とか、やっぱ環境にこの環境にいると、まあ、オーナーとかもそういうカラー打ち出したりしてて、やっぱすごいいろいろ勉強できるものがたくさんあって、まあ、自分もすぐ実践できるんですけど、まあ、カラーだけじゃなくてなんかやっぱりカットがかなり大事かなと思ってて、なんかカラーだけの美容師になりたくないなって自分が思ってるので、なんかちゃんとカットデザインありきのカラーを打ち出したりとか、なんかカラーはもちろん好きだし打ち出していきたいなと思ってるんですけど、でカラーも得意だけど全部できる美容師にやっぱりなりたいなと思うんで、なんかそこをもっとやっぱり強化していきたいなと思うのと、私まだデビューして1年経ってないぐらいなので、そうなんですよ、実はすごい。なのでちょっと勢いで今カラーとかで打ち出してはいるんですけど、なんかもっとちゃんと自分の地に足つけてしっかり技術学び直していきたいなって思ってます。撮影とかでもなんかクリエイティブなこととかする機会があんまりやっぱり少ないので、なんかそういうところでなんか、まあ、撮影とかもうちょっと増やして、なんかクリエイティブさも少し取り入れられたらいいのかなって思います。クリエイティブとかなんかデザインとかどこから出てきてますか？そうですね、結構いろいろ聞かれることが多いんですけど、うん、なんか
絶対にこれみたいなものはなくて、まあ、コンテストやるときは結構ピンタレスト見たりとか、まあ、いろいろ探したりとかはするんですけど、海外の美容師さんのスタイルとか。でもなんかあんまり見すぎると逆に真似というか、なんかオリジナルじゃなくなっちゃうかなと思ってて、結構私自身美術館行くの好きだったりとか、自然とか建築とかが好きだったり、もともとちょっとアートっぽいものが個人的に好きだったり趣味でしてるので、なんかそこからちょっと拾ってみたりとか、うん、なんでしょうね、もともとそういうのが好きで、シルエットに対するこだわりとか、なんかこう普通のサロンワークとかでも、ここをもっとこうしたらちょっと個性的だけど可愛くなるなみたいなのを常に考えてるからかもしれないんですけど、なんかもう日々の見ているものの中からチョイスしていくみたいな難しいですけど感じですかねあとアレンジもすごいたくさん挙げられてると思うんですけど、私もアレンジどっちかというと日常的なものっていうよりかは、成人式とか卒業式とかのちょっと特別な日のアレンジを打ち出してるんですけど、まあ、リアルなアレンジがすごいお上手だなと思ってて、なんかリール上げたりとか、なんかああいうのってやっぱり結構反響があったりとか、なんか集客につながったり、インスタのフォロワーが伸びたりとかも結構ありますか？ハイトーンとヘアアレンジみたいな感じで結構セットになってるので、なんかお客様もやっぱりやってほしいっていう方とかも多いですし、なんかお客様のそのバッグのヘアアレンジのやつ乗せてるのもカラーして、多分ストレートでバッて乗せてる方ってやっぱいっぱいいるんで、その中で自分らしさみたいなのを出せるのが、そのちょっと変わったでも簡単なアレンジみたいなやつだったので、それをやってるのと、リールで自分のこのセルフアレンジみたいなのを乗せることで、なんかお客様とかやっぱ来れない方、フォロワーさんとかもなんか真似して、真似できるその材料みたいなのが乗ってる、乗せてる人みたいになると、やっぱりフォローも多分してくれる方多いのかなって思います。素敵です。私もリール続かなくてすごい、でも難しいですね、難しいです、動画編集とか本当に。なんか一般のお客様だけじゃなくて、同じ美容師の方たちからも何でしょう、指示を受けたいじゃないですけど、その業界でも活躍したいっていう個人的な目標があったので、それのために目標が、あの美容業界誌の表紙を飾りたいっていう目標がずっとあるので、まあ今ありがたいことに業界誌のお話というか、2ヶ月とか1ヶ月に1回ぐらいその業界誌を担当させていただく機会が増えてるので、なんかいつか表紙をしたいなって思ってます。この今のソルに入った時も、その自分が今後将来どうなりたいとかいうのをこうあんまり決めてないっていうのを今の代表に話して、そしたらなんかまだ若いし、なんかうちでやって、なんかそれでいろいろ見つけていけばいいんじゃないって言われて、確かにってなって、それでゆっくり見つけていこうっていうのが今の段階で、でも美容師としてはやっぱりサロンワークを中心に私はやりたいなってすごい思ってるんで、来てくださるお客様がいる限り、美容師はこうやってサロンワークを中心にずっと続けていきたいなっていうのが今のなんかわってした目標というか将来像です。